こんにちは、KZP プラスです。今回の動画は追憶の幻闘場のプレイ動画になります。追加された敵、ダイヤ島との戦いです。基本的にはどの武器種でも、ダイヤ島の行動ギミックは一緒ですので、ギミック解説の部分はテンプレート化して同じ解説をどの武器種動画でもしています。ご了承ください。今回は体術です。ダイヤ島1体と野島2体が配置されています。弱点は幻闘場なので全ての属性にマイナス補正が入っています。また状態異常耐性は毒ガレイで他が999となっています。ダイヤ島も野島も同じです。ここに今回の攻略のポイントがありそうですよね。毒だけ耐性ガレイですからね。今回のギミックは雑魚敵の野島はカウント0で敵全体のヒットポイントの回復と状態異常の解除になります。その回復量が結構多いので、当然、カウント0になる前に倒したい。また2体の野闘は配置時点で、カウントがそれぞれ違いずれて、いますので、カウントの少ない野闘を、優先的に倒す形で行くのが良い、ですね。ダイヤ闘派カウント0で攻撃力の全体、攻撃を連発してくるというものになります。とんでもないです。ただ、カウントの量は多いので、リミットが来る前に倒すべきです。また、アビリティの逆上が攻撃を受けるたびに攻撃力がアップする、という厄介なものです。安易に攻撃しまくると敵の歪みが大きくなっていきますので注意です。攻撃したら敵の攻撃威力が高くなってしまうならどうしたらいいんだ、と考えちゃいますが、ここで先ほどの状態異常耐性に目を向けます。毒の耐性が例でした、そうです。毒にすればこちらが攻撃をせずとも、ダイヤ島へダメージを入れることが可能です。これが今回のギミックへの対処というわけなのでしょう。つまりダイヤ島に毒を付与して、カウント10になる前に倒す、もしくは耐え切るというのが攻略になるかと思います。ただしですよ、毒を付与できるキャラを所持していない武器種もあるんですわ私。ここからは、体術の攻略になります。毒付与が可能はアポロンです。S スタイルから、6ミリ、を継承、レオニードの、ポイゾナスブロー、など、もありますので体術は毒がかりが多い、ハロウィンスタイルを引いてから、一度も高難易度で使ってないので、アポロンを採用しました。6ミリ、派全体攻撃だというのも、良い点です。あとは、これまでの武器種と同じです。ダイヤ島に毒を付与したらヒットポイントが、減るまで耐久しつつ、野闘がカウント、0で回復行動をしないように倒す、ダイヤ島のヒットポイントが少なくなったら、オーバードライブ攻撃や高威力の技で一気に攻撃して仕留めるです。その他のメンバーを見ていきます。まずは回復係です。二人選出しました。毒付与係のアポロンか、ハイドヒールという回復技を所持していますのでこちらを頼りにします。なおアポロンは、クワトロパンプキンの盾で回復とヒートアップを付与できるのでこちらも併用しながら、戦闘を進めます。もう一人の回復係は女神です。最新のスタイルではなく、一つ前のスタイルを使用します。アビリティが回復係に特化している防御や、バフ効果があるので用途的にこちらを選択しました。女神の羽での回復と TP 効率を考え、天の光を継承しメイン攻撃としましたが、動画を作りながら、これ、正宗継承した方がより効率的だったなと思いましたわら。アタッカー派3人、まずはライザ。とりあえず BP を貯めて、デンジャラススープレックスコンボを使うことを目指した戦い方を、します。BP が確保できたら、スープレックスをメイン攻撃にして、オーバードライブのタイミングなどでデンジャラススープレックスコンボを、使って大きなヨダメを取りに行く、ようにします。ランダム回数なので、不安定っちゃ不安定ですがやっぱ、デンジャラススープレックスコンボにはロマンがあります。続いて、シルバーです。ドラゴンフォースをしっかり使って、攻撃をマックスの2回に増やして、電撃剣で BP を貯めます。大技の、怪人流行客、でヨダメを、しっかり取りに行きます。各攻撃の属性違いがありますが、幻闘場の敵は全ての属性が弱点、となっていますのでその点を、気にする必要がない点も良いです。最後に、人間女、ハロウィンスタイルです。このスタイルはめちゃくちゃ強い。
ハロウィンバッドアーツ、でよだめを、取引ヒートアップで自身の攻撃、にバフ入れができるのでどんどん、よだめが伸びます。PP ためはブプレイ技の猫アタックで OK。追撃で猫の爪も発動するので、とにかくよだめを伸ばせます。体術は優秀なキャラが多いので、選択肢が多く逆に迷っちゃいますね。あとは、回復さえしっかりして、毒の付与を怠らないようにすれば、大丈夫でしょう。それではどうなるか見ていきます。オッケー、撃破です。勝てました。道中、ちょっと BP 温存を意識すぎて、ブプマックスなのに大技使わなかったり、非効率的な動きが多かったですが、勝てればオッケーだよね。体術は、強いキャラが多いので、危なげなく勝てました。しかし、ハロウィンスタイルの、人間女の火力、めちゃ強い、ですね。小屋ガチャ引いてよかった。今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。